時刻は3時を回りました。3時といえばマンチタイム。ふう、マンチとは英語でむしゃむしゃとかもぐもぐといった意味があります。なのでマンチタイムはむしゃむしゃもぐもぐタイム。ちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな。今日のおやつはこれ、ポッキー濃い深み抹茶。春らしい抹茶味のお菓子がいろいろ登場する時期ですが、グリコの人気お菓子ポッキーから春だけの期間限定商品として発売されているのがこちら、ポッキー濃い深み抹茶。チョコレートの部分には旨味とコクがあって香り高い石臼挽きの抹茶を使用。そしてプレッツェルの部分にも宇治抹茶を使用しているので、後味にも苦味のある濃い抹茶の余韻が楽しめるという2種類の抹茶の奥深い味わいが人気のポッキーとのことです。パッケージも濃い緑色になっています。では今日のおやつ、グリコのポッキー濃い深み抹茶、いただきます。なんかすべすべ、すごい気持ちいい。なんかすべすべのって大体ね美味しいですもんね。ザラザラだ、ザラザラな箱とか見たことないけど、すべすべっていいですね。では開けていきましょう。よし、この時期に出る。おお、あ、へえ、プレッツェルの部分思った以上に緑で、このチョコの部分は思ったより渋かった。ではいただきます。うん、あ、抹茶ですね、これは間違いなく。うん、なんか口に入れた瞬間は最初にお茶の渋みみたいなのが来るんですけど、歯で噛んだらちょっとミルクっぽいのが出てきました。あ、終わっちゃった。なんだろうな、大人の味と見せかけ、実は子供にもいける。いやいや、みんなにも聞こえたかな、ディレクターさんのほーっていうなんかの武将かってね。いやいやいや、なんだよ。あ、でもあの結構テクスチャーがしっとりしてますね、このチョコの部分が。であんま溶けそうにもない。うん、これからねだんだん熱くなるので、ちょっと溶けるのが心配という方にいいかもしれません。はい、 ZIP FM 77.8